ペチラスで130ダメージ盛ります習慣でなんか壊れたりします。
ラス90。はい、ノッチ選手、ノッチ選手はね、まずデッキがね、分かんないんですけど、スリーブミラー確かに、スリーブ同じスリーブっぽいね、ドラゴンスリーブのなんか赤みたいなっぽいですね、めちゃくちゃこれ面白いのが、ノッチさんがミュウだった場合、おっと、すごい傷薬、ハピミルだ、ハピミルですか、はい、これ、なんとですね、はい、アルキアとミュウがいないです、ベスト4に珍しいですね、ベスト4にいません、あのラッシュ CS ならではかもしれないですね、結構ラッシュ CS って、はい、あの強者の人しかほぼいないので割とこうなんですか、ね、使うデッキ なるほど多分普通の大会よりその例えばパルキアのシェアとか多いと思うんですよ、なるほどなるほど、なんでそこのメタとかそこに強いデッキは割と勝ち上がりやすいのかもしれないです、ね、確かに結構 CL とかだと1回戦とか2回戦とかって、まあ、結構パルキアとかミュウじゃないデッキにも当たる可能性あるから、うん、そうですね、安定感のあるデッキとか、うん、デッキパワーの高いデッキとかを選択するみたいな話とかよく聞きますけど、うん、そうですね、まあ、強者もう全部パルキアじゃねっていうぐらいの感じならばそういうのをメタリに来る人もいると、いやそうですね、なんか CL とかだったらなんかこのポケモンが好きだから使ってるとか、はいはいはい、なんか使い続けてるから使ってるみたいなの結構あ、やり込み勢いますね結構、そうですね、イメージあるんで、さあハピミル側1枚マリガンで済みました、さっきもね配信はハピミルだったんですけど、うん、2マリガンしてましたねやっぱり、あハピミルはマリガンするんで結構するデッキなんで1マリガンで抑えられたのが逆に、まあ、全然いいじゃないですかね、先行なのもでかそう、ただどうですか空を飛ぶピカチュウだと、はい、ミルタンク大佐入ってますかね、多分ダイブラリーアウト山札切れを狙うお互いになる戦いになる可能性高くて、まあ山札をいかにその削らずに盤面を作るかみたいなところが結構大切になりそうな気がします、ノッチさんすごい丁寧な方ですね、手札をもう置いて、うん、スッと雪道をちょっと迷わずに迷ってちょっと張らなかったように見えましたね、なるほど、まあこの盤別に使っても、まあ、アルセウス V スターのなんだっけスターバースとか、まあ、使われないからとりあえず待っとくかっていう感じですね、そうですね、とりあえず空音ピカチュウの確認を真っ先にしますね、ヨスさんはこれはアルセウス V ですね、うん、うん、そうですね、ただヨスさんが、まあ、昨日練習してる段階で、はい、あのこういうシチュエーションになった時の対策カードをなんか一応入れてるみたいな雰囲気のことを言ってたんで、それがこう出てくるかすごい楽しみですね、気になりますね、はい、確かにミルタンクを倒せないとなるとライブラリアウトだったりとか、うん、まあ、そういったような展開になってくる可能性はまあ高いですよね、うん、高いですね、ただミルタンク側も攻撃できないからどうなるのかっていうところで、うん、
決勝トーナメントですからね、もしかしたら、まあ、お互いこうもつれ込んだ場合時間切れでのサイド差みたいな、まあ、可能性もありますし、そうですね、なんで、まあ、オッズ選手、あ、まあ、ハピナスは出てるんですけど、まあ、チェレンとかで回収できるので、まあ、そこもうまく考えながらプレイしないといけないですね。3割を打たれてしまいました。こうなってくるとちょっと受け道張っといてもよかったかなみたいなのはありそうですね、うん、そうですね、まあ、ただハピナス側もやっぱり輝く月光がとこを出して序盤はエネルギーをクラッシュしていける方がまあ強いので、まあ腹なんか腹ない選択を取った可能性はありますね。パワフル無色エネルギー、ビッパの HP はね70なんで偉いっすね、偉いっすよねこれがメッソンとかだとね、うん、メッソンだったらピアスかなり強いというか優勢みたいなところがありますね。あ、パワフルビンタじゃなくてハッピー、毎回パワフルビンタって言っちゃう、ハッピーボンバー60ダメージ。あー、マリーの上からしっかりとアルセス V スターになっていきましたね。あ、強いですね、エネルギー張れないのがかなり痛いですね。で再度、まあ、2枚取られるとかとなると、リッパもね、仕留めておきたいですよね、雪道とかのこと考えると。そうですね、しかもまさかのスターバース経由しないダブルカーボ、しかも進化のこもってるからビーダルで引いてからスターバース持ってくるカードを選ぶ、まあ、そんな動きもできますかね。そうですね、その動きが、まあ、濃厚になるんじゃないかなとは。あ、フランティカチュー、あー、まあ、スターバースどうだろう、なんとも言えないですね、うん、からの、なのスターバースか、何かを考えている、何かを考えて V スターマーカーに手をかけようとして、うん、いや、これ多分あれですね、もうすでに LO を見てるんじゃないですか、うん、それはあるかもしれないです。じゃないとビーダル行かない理由ないですもんね。そうですね、もう働く前歯のドローすら、うん、惜しい惜しい気持ちを感じますね。確かにまだノッツ選手の方が、まあ、リソース的に言うと、まあ、ヨス選手が使ってない状況なので、山札の数は多分ノッツ選手の方がまだ多い。そうですね、さらにトリニティノバでもエネルギーも消えるわけですから。そうですね、こんな序盤からもう考慮してる。決勝トーナメントってどうなるんでしたっけ、はい、ルール的に。その一応あれですね、時間が切れたらサイドが3枚以下だったら、はい、少ない方の勝ちかな。じゃあ3枚以上だったらサドンデスか、サドンデスになるから、まあ、今の盤面見る感じでしたら、まあ、割とLO になる可能性が高い、うん、確かに、うん、まあ、お互いもう LO 状態になったらドローしてエンドするしかやることないですもんね。そうですね、まあ、なんか山どっちが少ないですか、自分の方が少ないから自分負けでみたいな感じになる可能性もありますね。なんか対策カードが入ってない限りは。キャプチャーエネルギーで保険でミルタンク出しとくとかありですかね。うん、そうですね、ちょうど昨日とか今日でやってる海外の CL みたいなやつで、多分アズール選手が同じようなやつを使ってて、はい、でアズール選手はなんか不要が多分2枚2枚、はい、入ってたんですよ、ね、そこまで多分なんか頭に入ってるとミルタンクはちょっと多めに出しておきたいやる可能性もあります、ね、冬を2枚入ってるということは、まあ、一応それを意識して組んだであろう、あ、そうですね、ヨス選手も1枚ぐらい入ってる可能性は考えられると、うん、コメントで海外でサナ入りがあったなっていうふうにあったんですけど、その多分サナは LO を自分だけ回避することができる。なるほど、自分は手札に戻す、そう、自分だけ戻して相手は、ね、マリーと違ってね、戻さないと。そうなんですよ、なんでそういうカードももしかしたら入ってるかもしれないですね。ハッピーボンバーしなかったですか、これ。してない。チェレン対策ですか。チェレン対策もう LO にや、もう山札切れ対決になることも多分理解してるんですよね、多分。お互いも理解しちゃってるわけですね。まあ、ここからですね、この勝負の見どころは。ただ、ノッチ選手はまだサイドを3枚、やばいやばい、始まった始まりましたね、はい、あ、ラッキーネ貼った、ラッキーネ貼りました、
お、あ、そっかそっか、攻撃しなかったから殴れると。あ、確かに攻撃するの忘れて攻撃するの忘れてでもラッキーで貼ったら結構痛い可能性ありますね。確かになんか強制ドローをビッパとかがなんかいきなりドツイできてあれかもしれないですね。うん、ノッチさん冷静すぎないですか、すごくないですか。いや、すごいですね、確か忘れそうですよね。 あれちょっとビビりましたね、冷静すぎて、うん、誰も気づかないですよあれ。確かに、いやでもエルボ対決ならこのラッキーエネはちょっと、あ、ダメージいかないから、あ、そうなのかもうどうだ何が起こってるのかお互い分かってやばい、グレートバケツマンだこれ昔デュエルマスターズでグレートバケツマンとフワユーが高速で戦ってるのあったけど、それ見てる気分あ、バケツもいた、おっと、おこれはどういうゲームを少し動かしていきましょうか。サイド差でやっぱり負けになってしまうという可能性はありますからね。そうですね、まあ、ヨッ選手はハピニャスを取ってしまうことができると割と、はい、残り2枚になると時間切れでの勝ちっていうのが見込めますが、うん、もしかするとでもチェレンとかがあって、うん、誘いかもしれないですね、リソースの、まあ、確かに確かにリソース派遣みたいなあ、それは全然ありそうです。あ、まあなんか倒されなかったら、まあ、ハピナスで、まあ、アルセウスとビッパ倒しに行くよっていうような形を取ってる可能性はありますね。すげえ始まったな。いやでも結構 それで先に3部サイドを、まあ、3枚取って、まあ、時間切れになると、まあ、ノッチ選手が勝つ可能性も、まあ、十分にあるんで、まあ、ヨッチ選手としてみるとまあ、ハピネスに攻撃をしておきたいところではありますね。そうですね、ポイントでもありましたけど、うん、最近海外で話題になってるデタトコサイクロンのトルネロス、あ、なんとか入ってるとどけてボスで呼んで、あ、確かに、あの殴るっていうことは一応できなくはないですよね。そうですね、結構そうですね、確かにそう言われると最近のハピネスミールタンクはそのデタトコサイクロンのトルネロスとか穴抜けの紐が採用されてる方結構多い印象なんで、メインは高立法、最近話題になった高立法の対策ではあると思うんですけれども、うん、割とそれ狙ってる可能性はありますね。そう、預言者ジェスを火炎流星弾で一瞬で破壊されるやつもしかしたらあれですね、大バルーンをもっと動かしましたね、動いていきましたね。ダイバルーンはあれかもしれないです。使い忘れる読みのハピナス育ての可能性もありますよね。それだったら面白いですね。おさあ、ドローサポートまで使ってみます。おー、マリー。多分次のターンあたりちょっと勝負きそうだなみたいな感じで、うん、打ったのかもしれないですね。予選手的には多分ボスの指令とかを、ああ取りに行かないとちょっと育ち始めて恐怖を覚え始めたという感じですかね。そうですね、おー、これで120の170の230、240まで出ますね。240なんで次のターンの手張りで50乗ってるピカチュウは穴抜けポストなどがあれば一応飛ぶという火力ラインにはなってきたのかな。うん、サビッパを回収してきました。これでサイド3枚でまあ負けるみたいなことはまあなくなりそうなんですけど、いや、ヨス選手結構これ難しいだろうな。難しいですね、うん、ちょっとそういう意味でやっぱノッチ選手がアルセウスにこうあえてこうダメカを乗せなかったところはかなりうまい、うまいですね、うん、チェーンを使わせないというね。はあ、打点を数えてますね。ピアスミルタンクは打点の数え方のコツがあって、はい、ハーフレム食エネルギーが50、ダブルターボエネルギーが40、その他が30、プラス10計算すれば結構早く、完全に僕もそれでやってます、ね、50、40、30でね計算してる人多いと思います。多分そうですね、なんで知らない人はそういうするといいと思います。
どういう形でこの試合が動き出すのかっていうのがねすごく気になりますが、うん、ビッグボールかちょっとわかんないですけど、まあ、多分マリーで下に沈んだやつを一旦カットしたいっていうことだと思いますね。一回でも大バルーンを言い忘れたら一瞬で命取りになりますね。もうツールちゃんは、まあ、悪くない。あ、ボス引いた。ちょっと雰囲気、空気が空気が変わりますね。ボス引いたので、まあ、吸うのか、吸わないのか難しいところですよね。結局打ってももう一回ボス打てないと、そうですね、またすぐ逃げられちゃったりとか、うん、されちゃうだけなのではないかっていう説もありますし、そうですね、あとだあの今ダブルターボエネルギーついてるんで、多分ダトンダメージ140ですかね、はい、になると思うんですけど、3回攻撃しないと倒せないので、結構それも難しい、うん、喉が限界で大バルーンが言えなくなる可能性考えるとちょっと有利ですか、ノッチさんが何も言わなくていい分。今日の配信大バルーンが一番宣言されてる。いや、この試合だけで稼ぎすぎでしょポイント宣言ポイント。確かにボスを2枚手札に引き込んでから動き出すのかどうかという感じですね。そうですね、まあ、ほらそれをやると、まあ、ノック選手の手札も同じく溜まっていくので、まあ、割と回答が増える状態になるのかなというところもあって、はい、どのタイミングで攻めるかは本当に難しい。現在のサイドはですね、ヨスさんが4枚、そしてノッチさんが6枚だと思われます、うん、一応ヨスさんがサイド的には先行しているという。そうですね、確かにガチグマ対ダイバルーンもそうだったな。セイボリーやっぱドローを進めてるってことはなんかありますよね多分、うん、まあ、多分やっぱ穴抜けの紐ボスのセットになってるんで、まあ、トルネオスかもしれないけど、クイックボールで山混ぜたあたりも結構手札に持ってたんじゃないかなって思っちゃいますよね、うん、おお、もっと感じを必要で、ノッチさんがこの隙にダイバルーンを商標登録すれば OK だ。確かに宣言に10万円ダイバルーンの使用料10万円を掲げればいけますね確実に。でもそれはね、ハッピーボンバーに対しても同じだからそこはイーブンなんですよね。いや、かなり回してるからこれもうあるな絶対。ありますね何かが。エネルギー2枚ってだって結構 LO のこと考えたら結構嫌ですよね、殴られるたびに2枚引かざるを得ない、ね、強制ですもんね、確か強制です。引きたいっていう多分やっぱ意思は出てるのかなって。キャッチャーエネルギーで一応山を見たい見たい見たい。さすがにもう全てを破壊する力は持ってそうですけど。そうですね、170の3412だから290の300ぐらい多分出ますね、うん、エネルギー的にはもう十分だああ来てましたね。まさかこれはボスの準備してるもう入れ替える気がないみたいな。強い強すぎる。これはのこうなるとね、勝てないですよね。これはきついですね。ああもう一回2体目を準備そうか、まだでも全然2体目を育てることができれば。そうですね、ノッチ選手がもう1枚ボス持ってたりすると、まあ、LO ルートがでもボス逆に打てなかったら LO じゃないですか、うん、LO ノッチさんが。そうですね、ヨスさんもそこまで読んでこのタイミングでサードピカチュウをちゃんと準備して準備した可能性はあるんで、それ決まるとかなりやっぱ、うん、強いですね、まあ、あとは山札にエネルギーがあるかとか、まあ、次、まあ、攻撃できるかみたいなところにいますよ。いやー、穴抜け入ってますか。いや入って今のホピナス入ってますね、まあ、それは入りますよね入りますね、まあ、そうなんですね。自分も氷っぽとか使って対戦した時に思ったんですけど、うん、本当になんかベンチ倒されて負けたくないからベンチ育てないじゃないですかあんまり。そうですね、
でもこれって穴抜け来たらもう終わりだなとか思いながら、うん、だって最強のハピナスが多分誕生しちゃうんで、爆誕しますね、すでに爆誕してる。そうなんですよね、もう無限ダイナでもワンパンできるもんな、あいつ多分。嗅覚がな、やっぱあそこでオニオンとか使って、セイゴリとか使ってた時点でやっぱあるよな、なんか。そうですね、難しい、うん、まあ、なかったらさすがに引かない可能性が高いので。おっ、アルツエス出した。もうスマートピカチュウもしかしたらサイドに、あ、 VMAX がもういない的な可能性は、うん、まあ、入ってて 2-2 とかですよね多分。そうですね、多分 2-2 なんか下3の上にとかの可能性もありますし、 2-2 の可能性もあるので、でこれで次に回復札を引かれない、さあラッキーエネルギーで引いていきます、うん、か、まあ、山札にまあ、エネルギーがなくて、まあ、仕方なくマリーの可能性。あ、アルセウスなのか。じゃあやっぱサイドっぽいですか。うん、サイドっぽいですね。回復札を引きたい、ここで。すごい傷薬でラッキーエネルギーを。あ、持ってる。持ってる。ダメージを計算していますね。はい。はい、めちゃめちゃ強い。これは強い。もう。選手もう止まらない。そうですね、優勢ですね。ダメージ計算すらしたくない。ああ、もう全回復でなんかもう有事に備えるって感じですかね。そうですね、まあほぼ勝ち確にも近い。さあ残り最初1枚。ああ、これで縛るって感じですかね。また入れ替えカードが多分まだあると思う。入れ替えカードーいやー強いなー、めちゃくちゃ落ちましたね。達人の戦いですねこれ。そうですね、やっぱここまで見据えてやっぱ穴抜けの紐とかを、まあ、採用してるのがかなり偉い。すごい、お互いなんでプランがありつつも、うん、そこでね見せ合ったという形ですが、決勝に進んだのはハピナスミルタンクとなりました、うん、じゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、はい、1個でしょ。じゃあ先行いただきます。お願いします。いないです。でサイド置いてからにします。はい、あー、時間かかるとおっしゃっていた。そういうことです。ワンパン勝負にはならないって。で引退されてから、そうですね。はい。すいません。今見てます。キャプチャーですか。キャプチャーです。はい。2回やってますよね。はい、2枚引けます。じゃあ2枚で、はい、2枚じゃあお願いします。1枚引きます、はい、そしたら、はい、以上。いや、やりたかった。アドルフィーいきます。はい、この2枚で、はい、まだ触ります。はい、キングロールも使います。ロボどこで、はい、ふくら、うん、スタジアムいいか、バレてしまった。これはあるんですよね、この2枚。はい、じゃあ枚数を2枚入れて、エンド1枚引きます。ゲノセクトで、ハイパーボール、バトルバスト、もう少しで、はい、ニューブロックス、はい、3枚で、進化でエンド、お願いします。喜び、
アクティブ場で、50点、あのマイナス30で3、マイナス10で30。30。はい。行きましょう。あ、これマイナス20。マイナス20とマイナス20で、まず。あ、そうか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 。あったあったあった。50。マイナスが結構やったんで。本当か。はい。行きます。1回目でやります。はい。一緒なしです。はい、じゃあ、お願いします。1枚。殴ってプラス20される30されるんで、5点ですか、90、60ですね、60かで、90になります。だんだん、はい、調査していきます。苦しいな、お互いハッピーボンが60ですよね、はい、60で、はい、そうですね、で、これが100になる、150ですかね、そうですね、これ、はい、うおー、お願い、かー肝心な時に紐で、はい、ここどうしようかな、いやー、肝心な時に故障してる。そうっすね。いやー、絶対どっかで引くんだよな。ハッピーボンバー、はい、まあ、さっきより全然分かりました、はい、フュージョンに行ってもらいます、きたもう肝心な時に故障してるこいつ肝心な時に故障してる110ですね。で、一番引きます。はい。ピックボール。はい。はい。ここで4枚です。2枚で。うわい。すぐに逃げます。はい。クロスフィジャー的なおばさん、210ですかね。はい。一番引きます。
疲れ様いたです。はい。マイで。一番。来た。なんと。変化。はい。あ、タブレット。はい。五枚。はい。三つ目のきらめき、ここで、はい、じゃあ枚数してよ、今やメロディアスエコーで240ですね。いや、ひどすぎる。やば。いや、ひどすぎる、それは。それはひどすぎる。メロディアセコーで倒してみようと思います。一枚引きます。一枚出して。一枚引いて。二枚つけて。で、マリで。マリ、マリ。70で50ですね、マイナス20で、はい、50で、はい、これで今 N が4567の3211の220のマイナス20マイナス20180です。はい、はい、クロスフュージョンメロディア成功で、はい、結構やべえ、1枚ここに5分来てます。はい、任せる。はい、じゃあ破壊の叫びで3枚ですね。1枚、はい、1個、はい、ゲームセット、はい、枚数2枚逃げます。はい、はい、クロスフュージョンテクノバスターザー、こちらでこのままで、はい、オフスあります。1、2、3、4で3、4、12、130プラス50マイナス50、130ダメージ切れて、ありがとうございました。ありがとうございました。ああ飛んだの表やった。いや、ずっと表引かれてたら負けてた絶対。いやー、1回でも表でよかったんだよな多分。